岩崎幸子は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者。5人姉妹の4番目の子供として、神奈川県平塚市に生まれる。幼少期には、蓄音機と2人の姉が歌う動揺や唱歌に親しんだ。また、第二次世界大戦後の物資の乏しい時代には、紙で作った鍵盤で練習をした。神奈川県立平塚港南高等学校で、合唱部の顧問に声を褒められ、 国立音楽大学声楽科に入学して、ソプラノを専攻し、2機会研究生になった。26歳で結婚し、子供を出産した際は、マイペースで子育てをして、合間に勉強しようと考えていたが、かつての仲間が、次々とコンクールに入賞して、プロの道を歩き始めたのを見て、勉強に本腰を入れ、1974年の日本音楽コンクールの声楽部門で任位を、 受賞、1975年には文化放送音楽賞を受賞した。また、1984年には第12回二郎オペラ賞を受賞した。1990年11月30日には、平塚市が数年前から始めた文化振興講演会事業の一環として企画された、平塚の音楽文化を考えるというシンポジウムにパネリストとして参加し、 かつての平塚は決して音楽の更新地ではなかった。しかし周辺の市が進行に力を入れ始めるに従い、遅れが目立ち出した地元で発表会をしたくても思うように会場が確保できない。会場不足は様々な市の施設のホールにピアノを一台ずつ置くことでしのげると思うといった意見を述べた。 これをきっかけに、互いの勉強や、地域の音楽文化向上活動などの核になる、組織を作る機運が盛り上がり、1991年4月、同市に関連した、声楽科や気楽演奏から約50人の音楽家で、平塚音楽家協会が結成され、岩崎は、その代表となった。翌年1月15日に、同市の中央公民館で、第1回記念演奏会が開催された。 2012年には、平塚市市政志向80周年記念事業の一環で、タレントの山瀬まみと共に、平塚観光大使に任命された。ありがとうございます。